はい、皆さんこんにちは。キットマン北海道探索チャンネルの時間がやってまいりました。今回は札幌の地獄坂シリーズの番外編でございます。今まで札幌の急な坂コンテスト10選っていうのを、自ら走ったダメージで、地獄坂を判定したわけですが、今回は視聴者さんのコメントから、この坂どうですか、この坂きついんじゃないですかっていうコメントを見て、それを反映させるという形の動画となります。で、早速私のママチャリで急な坂をね、ガーッとまず一本目行ったんですけれども、チェーンが坂に耐えきれなくガラガラガラと言って、ちょっとねダメージを受けて、これはできないなということで、そのまんまリサイクルショップに行ってマウンテンバイクを購入いたしました。マウンテンバイクのマウンテンっていうのは山っていう意味ですから、山をね一気に駆け上ることができるわけです。ご覧ください。エントリーナンバー1、南区富士の三条八丁目富士の墓地へ登る道でございます。見てください。車がうなりを上げているのがここまで離れてるんですが、聞き取ることができます。新聞配達員だったと思うんですけれども、上りはこのように手で自転車を押しております。富士の墓地まで300メートルぐらいあるんですが、この角度が続きます。では走ってみましょう。スピードが全然出ません。切り替えを1にすると足をたくさん回転することはできるんですが、心肺機能へのダメージは大きいです。逆に切り替えを重くすると太ももへのダメージがきます。全然進みませんからね。角度が7、長さ8、太もも7、心肺機能7、総合ダメージが7でございます。富士の山住まいというのは山になっているので、これぐらいの角度の坂っていうのは結構存在します。そして坂を登ると富士の墓地があります。今まではバイクで坂道まで行って走るところだけだったんですけれども、今回は移動までオール自転車なので、ある意味前回よりもスタミナが来てるのではないでしょうか。続きまして、エントリーナンバー2、まこま内138付近、まこま内の駒岡清掃所というところがあるんですが、その近くの急な坂でございます。冬季は通行止めになっている道も結構あります。迂回してくださいという看板もいくつか見かけました。ただ今まで出てきた地獄坂の中では角度も長さも全然ないので、予選落ちかなと思ったんですが、せっかくリクエストいただいたので走ることにしました。走ったんですけれども、私の体に異変が起きました。なんかね、気持ちがこうぐわーっとね悪くなってしまいまして、何が原因かなと思ったんですが、この走る直前に飲んだ炭酸飲料なんですよ。この炭酸飲料が胃の中で踊って上がってきまして、それによるダメージがちょっと大きかったですね。角度5、長さ3、太もも3、心肺機能2、ダメージ4、炭酸飲料による胃腸10でございます。急な坂かと言われたら大したことはなかったんですが、この駒岡清掃所の周りっていうのは緩くて長い坂がずっとあるので、まあそういう点ではなかなかきついのではないでしょうか。エントリーナンバー3、南区川添5条付近、こちらの坂でございます。車もある一定の角度を超えるとこのように滑るように降りてきます。さあ走ってみましたが、角度的にもまあまあ、距離もそんなになかったです。角度6、長さ4、太もも4、心肺機能4、総合ダメージ5。こちらの坂も冬季は通行止めになってるんで、このように自転車で降りると一瞬でこのようにスピードが出てしまいます。エントリーナンバー4、南区川沿い4条付近、ご覧のように角度が一味違いますよね。もちろん冬季通行止めとなっております。人通りがあまりないせいか、周りに知られていない急な坂なのではないでしょうか。
では実際に自転車で走ってみましょう。ちょっとでも体重を後ろに乗せてしまうとウィリー気味になってしまうという非常に危険な坂でございます。後ろから引っ張られるような感覚っていうのはこの坂が初めてでございます。簡単そうに見えるんですけれども、こういう顔をして登っております。自転車っていうのは多分全力疾走よりもなんか簡単に見えるのかなと思って見ていましたが、かなり辛いです。体感的には前回1位だった双子山2丁目よりもきつかったです。角度10、長さ7、太もも7、心肺機能8、ダメージ8。登り切ったと思いきや2段になっております。ダブルで辛いです。続きまして札幌の翔吾さんよりの情報提供をいただきました。エントリーナンバー5、里塚2条1丁目付近。この坂も結構角度あるんですが、ここに来るまでも坂道が多くて結構きつかったです。全力で行きます。全力で行ったんですが、今までの坂道に比べると、まあ、中の上ぐらい、まあ、7、6か7レベルぐらいかなという感じですね。角度6、長さ5、太もも4、心肺機能4、ダメージ4。自転車で登ってるから楽なんじゃないのかって思う方もいると思うので、一応全部走ってます。自転車のきつさと走るきつさっていうのはね、ちょっと違いがあるんですよね。走って登っても自転車で登っても結局自分のパワーで登るということなので、辛いということには変わりはありません。せっかく翔吾さんにリクエストをいただいたので、まあ体力も余っているということで自転車を担いで走ることにしました。これは相当ダメージきましたね。これぐらいの角度になってくると坂道独特の上から押される感覚っていうのが出てきます。14% の勾配となっております。冬は気をつけてください。予選落ち、手抜く富岡三条付近、ラーメン屋さんの銀パリっていうお店があるんですが、その近くです。さらに予選落ち、富岡四条付近、予選落ちとはいえ急勾配と書いているので、なだらかな坂ではないということは言えます。予選落ち、手稲墓地付近の坂道、角度的にはね結構あるんですけれども、今までの角度と比べるとそうでもなかったです。続きまして予選落ち、稲穂中学校付近、見た感じ結構あるんですけれども、富士の墓地の角度よりはなかったかなという感じで予選落ちとさせていただきます。エントリーナンバー6、西野6条10丁目付近、喫茶セリーナという、まあ、喫茶店があるんですけれども、そこに向かう途中の坂道、相当きつかったです。角度も2段になってました。最初の角度よりも後半の角度の方がさらに急になっております。角度8、長さ8、太もも7、心肺機能8、ダメージ8、景色が綺麗10。暗くなったので別な日に撮影いたしました。まこまない養護学校付近の坂道、結構見た感じ角度ありますよね。長さもまあまあありましたが、角度6、長さ6、太もも4、心肺機能5、ダメージ5。前回の札幌の地獄坂ランキング10選のチャンピオンに輝いた双子山2丁目の坂でございます。一通り皆さんのリクエストがあった坂を走ってみて、そして最後にまた前回のチャンピオンである双子山の坂を走行いたします。もうきついですね。これ角度も長さもありますからね。早速走ってみたんですが、覚悟をしていたダメージよりもあんまり来なくて、あれと思いました。で、角度10、長さ8、太もも8、心肺機能8、ダメージ8。あれ、こんなんだったかなと思ったのには理由がありまして、おそらく南区川沿いの坂の方が急なんじゃないのかと思ったんですよね。到着した瞬間、あれ、こんなんだったかなっていう、そういう感覚に陥りました。というのと、小樽の坂シリーズで本当に大変な坂がたくさん出てきたので、ちょっと見慣れたっていうのもあるのかもしれませんね。ただ急な坂であることには変わりはないので、冬、凍結路面なんかには注意してください。
前回1位だったこの双子山の2丁目の坂、今走ってみたんですけれども、川沿いの坂よりも角度がない感じがしたんですけれども、これ錯覚でしょうか。長さ的にはねこっちの方があるんですけれども、川沿いの坂の方がちょっと苦しかったです。なので後日計測できるような、角度を計測できるようなやつを持って計測をする動画をやりたいと思っております。双子山2丁目の坂の前半、中盤、後半の3箇所を計測しました。平均が 23% となっております。続きまして川沿い余剰の勾配です。平均の勾配 25% 超えということで、明らかに川沿い余剰の方が角度がありました。札幌で最も急な坂は双子山2丁目ではなく川沿い余剰の坂でした。ブログやテレビ番組なんかでは札幌で最も急な坂は双子山2丁目という証言があるんですが、それは違うので、ぜひ改めて川沿い余剰の坂を行っていただきたいな、取材していただきたいなと思っております。次回は室蘭編でございます。ご視聴ありがとうございました。